皆さんこんにちは。テレビアニメマッシュルランスクラウン役の石川海人です。いよいよマッシュルが4月7日より放送開始となります。いや、めでたいですね。いや、この作品の出演が決まった時はですね、いや、筋肉で常識をぶっ壊していくそのマッシュの様に、感動したのを覚えているので非常に嬉しかったですね。まと言いつつもですね、パワーでこう今ある既成概念をぶっ壊していくのも魅力の一つなんですけれども、世間を知らなかったマッシュが、魔法学校に行くことによっていろいろなことを知り、友情というものを獲得していく、その様もね、またこの作品の魅力の一つなので、ぜひとも注目していただけると幸いです。個人的にはですね、僕はあのドットというキャラクターがかなり好きでございまして、あれだけ激しい、なおかつ、楽しそうに人生を生きているのはね、ちょっと憧れるところでもありますよね。で、最近僕がハマっている食べ物なんですけれども、最近ハマっている食べ物は、メカブです。はい、ということでテレビアニメマッシュル放送まであと5日でございます。それでは放送をお楽しみに。以上、石川海人でした。ぶっ壊すしかないでしょ、グーパンで。神格者になるべきはこの僕だ。あんたがどれだけ強くても負ける気ないから、僕。マッシュル